ショベレット解放区の酒井です。本日、今日の雑談は、明日月曜日、ライブをやります。で、そこの意気込みというかですね、僕の中でちょっとそのライブをやるというところは特殊というか少し思い入れがありまして、その思い入れに対してのことを少し雑談したいと思います。なんかバイクの修理とかって、僕はバイク屋さんやってた時もそうなんですけど、結局ちょっと変なぶっちゃけ話になっちゃって申し訳ないんですけど、そのなんかやっちょっと自分がここもやっといた方が、お客さんに対してここもやっといた方がいいかなと思うところをもうやってなかったりとか、ちょっと対面修理とかって言ってお客さんの目の前で修理をするのとかってすごいこう緊張するんですよね。もうなんか壊しちゃったりだとか、例えばここの何ですかね、クリップとか C クリップを外すときに C クリップがもし折れてしまったら、その日はもう作業できないわけじゃないですか。だから対面修理っていうのはすごく緊張して、原付きであればカウルを外したりだとか、そういったことがちょっと、カウルってあの FR プラスチックっていうね、 FRP っていうんですかね、あれでこう爪がついてるんですよ。でそれを外す時にバキッてやって爪が折れたりするんですけど、それお客さんのものを折ってしまったら弁償しないといけないじゃないですか。で修理ってこう人前でやるのがすごいこう嫌だったんですよね、僕自体は。それが仕事なんでやらないといけない時はあったんですけど、でいろいろその後自分のバイクとかも乗ったりとかして、エンジンからカラカラと少し異音が出てる、そういった時でもそういうのを見過ごしてきたんですよ。ちょっとぐらいいいかな、これぐらいだったらまだ大丈夫かなとか、それにその音がどこから出てるのかとか、何が悪いのかっていうのは分からないですよね、エンジンを開けてないので。でショベルヘッドをこう自分で勉強するようになって、でその本当に全てを理解、自分なりに全てを理解して、それを人の前で、もちろん人の前で やったらそこやり方違うよとか、そういったご指摘も受ける場合もあるじゃないですか。だからそういったとこ、そういった指摘をなるべく僕も受けたくはないんですよ。もちろん正しいことをやって作業をということをしたいんですよ。それをライブでやるっていうことはもう本当にこうちゃんと理解してないとごまかすことはできないんで、そこが僕の中で目標だったんですよね。そのごまかし、自分自身へのごまかしでもあるんですよ。僕は人に対しての修理っていうのは今のところ考えてないんですけど、その修理自体が自分に対してのごまかしがある。結局だからライブをやらないとごまかしちゃうんですよね。今作ってる作業動画でもごまかしてるとことか、あるんですけど、ライブということになればごまかしは効かなくて、そのごまかしが効かないほど自分がどうやって言えばいいんですか、勉強してきたっていうことの証だと僕は思うんですよ。だからそのリアルということで見ていただいてすごくいいのかなと思うんですけど、僕自体は僕へのプレッシャーなんですよね。ちゃんとこれを理解してないとアウトプットできない、インプットがちゃんとしっかりできてなければアウトプットはできないんだよっていうことですね。なので明日月曜日なんですが、18時からライブを、ミッション組み立てます。今もう部品全部揃いましたので、ミッション全部組み立ててっていうライブをやります。で LINE アート登録していただいてくれてる方には後ほど、後からまた一斉配信はしますけど、そういったところもあるよっていうことなんですよ。この告知ということで今雑談させていただいているんですが、そのライブをただやるっていうことではなくて、そのライブをやるためにはインプットをしてアウトプットができる自信がついてからこそじゃないと、なんかライブってやれないっていう僕のイメージがあるんですよね。それはバイク屋さんの時に対面修理するのがすごく嫌だったっていうことなんですよ。プロなのに壊してとかっていうことを言われるのが嫌だったんですよね。そういったところのトラウマじゃないですけど、そういったところも踏まえた上でこのライブっていうのは僕にとってすごい気合も入るし、インプットに
がちゃんとできてるかとか、当日もし明日ミッション組み上げますって組み上げれなかったらちょっと恥ずかしいじゃないですか、うん、まあ可能性はあるんですけど、まあちょっと少しでも見落としたらすぐにこう作業はストップしてしまいますので、まあ工具もなければ道具もなければあの部品もなければというところで、もうその辺も明日ライブということにかということでもう準備はできてるっていうところまで来てるんですよ。だから明日ミッションは組み上がります。まあそういうことで思って実行してるのですごく気合が入っているということになるんですよね。はい、じゃあもし明日お時間ある方おられましたら18時から、まあ、2時間ぐらいで考えてるんですけど、もしかするとちょっと時間オーバーになってしまう可能性もありますが、2時間ぐらいでちょっとミッションを組み上げたいと思っています。はい、じゃあお時間ある方また遊びに来てください。ありがとうございました。